12月ということもありまして、寒いです。で、ちょっとね、雪降りましたんでね、見えるかな、汚れてるんですけど汚れてはいます。ここのね、熱気が少し多くなったかなという感じしますね。ちょっと見た目は変わってます。広いね。ああ、なんかバックってなんかバックが直接の意味です。ああ、なるほどね。ああ、ここもう後ろ広くなってる。あと給油口は押して出す。今ね、運転席側じゃないんだよ。どうやってよ、プシュプシュでそうなんだ。お、これは、あ、ちゃんとね、うん、あ、これもね、畳む動画は他いっぱいされてますんで、これ説明いたしますうん、え、あ、ここで引いたら、うん、勝手にスライド、さすがね、壊れたら大変なんだよね、これね。うん、すごい高いんだ。うん、一応これドノーマルでございます。新型のドノーマルですね。はい、それでは NBOX のノンターボを撮りたいと思います。これ新型でございまして、こちらいいですかね。ここを引きますと、パーキングかかります。今赤いボタンがついてますが、これ引くと今パーキングがつきます。そして押すと解除です。そしてドライブにしまして、このブレーキホールドを押すとですね、ここですね、ここにブレーキホールドがつきます。そうか、ここの癖がついてしまうのか。それでは出発します。これノンターボ、新車なもんで何もついてません。ついてない。ブレーキホールドされてるなっていう感じはあるのかな。さあ、ここで登ります。白のね、まあノーマルって感じですよね。広い、本当
こうやってこういうことね、それは違う動画でございます。それは違う動画ですね。まあここにあるからいいけどね。まあパトカーのお兄さん二人にかなり嫌われましたね。じって見られました。俺何もしてないって言われる。もう一回来ましたね。もう一回来ましたね。若いね。うん、若い人ばっかり。若いし。おまわりさんね。うん、あ、なんか可愛いこのウインカーの音やね。可愛いウインカー。カクンカクン。部品なんかほとんど見せないじゃないですか。こういうところとかね、うん、こういうところの部品とかね、あ、私の携帯が私の携帯が落ちてました、うん、そのぐらいオープンってことでしょう。この美術館分かればね、この美術館分かるでしょ。真ん中のこれもね、こんなところにライトがついてるんですよ。これはいいですよ。ここどんな感じだった？あ、ここね、うん、これどんな感じだよと思ってたんやけど、結構しっかりして、あ、意外と乗せれるね、うん、今ギュッと押してもこんな感じ、うん、ガッと押し込んでる。さあここはギュッと、これでいいね、
これ壊れた時大変なんだよね。さっきも言ったけど。はい。うん、あ、90度。おぉ、90度。90度な。90度な。あるよ。うん。90度。さあ。さあ、このね、質感が分かれば、いいわけですよ。ここはね、このレジ袋で、おー、なるほど。ゴミ袋を刺せます。収納、素晴らしい。収納はね、ここにペットボトル。ペットボトルもいいですね。こうしてね、こういった感じ。これ雪ね。雪。あ、なんかマットな感じでいいね。マットな感じ、もう冷たいって感じじゃなくてね、いいですね。ちょっとね、この下のねとか、もう見えますかね、感じの。やっぱちょっと川町のね雰囲気があっていいですね。さあ、それでは黒木町、黒木町行ってみましょう。あれさあ、なんかもうあの乗ってアクセル踏んだ時点でですね、全然違うんですけどマジかなんだ、全然違うんですよ。そんな違うんか。いや、これやっぱすごい。なんか同じ車に乗ったような感じじゃしませんね。へえ。以外はだいたい一緒らしいんですよね。今乗ってるターボカスタムはですね、この前のタイプですね、年末のマイナーチェンジバージョン前のやつでございますので、フットボルエディになります。めっちゃお尻があったかいんですけどね。え、シートヒーツ、すごい。あ、シートヒーターついてる。ついてる、すげえ。じゃあ、ちょっと踏みます。ベタ踏みはしないけど。全然違うよ、これ。ああ、前ね、あの、N ワゴンに乗った時のターボの感覚とは全然違うね。へえ、うん。この大きさから、この大きさから来るこのターボの力っていうのがすごい、また異次元な感じがする。ほう。ああ、これはすごい。前ね、Nワゴン乗った時ね、このEコンモードになってたんですよ。ほうほうほう。今Eコンモードをオフにしました。まだ次、ここから坂道になりますので、ここから乗ってみましょう。あ、全然また違う。全然違う。ちょっと坂道の途中緩めて、ここでまたちょっと加速しています。おお。ほらほら違うでしょ。おお。うん。来るね。G がね、すごくね、こうシートにかかります。ああ、これは全然違う。いやー。いや、これは。やべえ。で、ハンドルがあの革ですもんね。さっきは違ったんですけど、川の方になっております。黒光りしております。ここね、黒光り、黒光り。で、こちらの方はね、 USB ついてます。ここね、 USB、 これ充電用と普通の USB、 これがついてますね。カスタムグレードがあるんでしょうか。でっかでかでっかだ、黒光り、でっかでかすげえ。ここも黒光りやね、黒光り、ビカビカですね。
回ですよ。大体その乗るポジションで考えるからね。ああ、やっぱね、この革のね、シート、ヒヤヒヤなんですけど、ヒーターあるからあったかい、お尻が。あったかくない？いや、こっちはない。こっちじゃないの？こっちはない。そっちないの？ない。俺だけあったかいの？うん、全然あったかくない。マジで？なんか、アクセル踏まなくてもなんか違う感じがする。うん、いや、違うんだよ。なんかね、うん、クリープ状態でもなんか、進み方が違う感じがする。タイヤがね、違うんだろうね。あ、やっぱタイヤが違うから、ハンドルがまた。もうちょっと踏んだだけで違う。うん、違うでしょ。あ、違う。全然違うよ。あのね、ほんと軽く踏んだ時がね、違う、ほんとに。うん。やっぱね、中古車市場もね、うん、ターボが減った、売れるってのはわかるね。うん、燃費ってどのくらい違うんだろう。あ、あんまり変わらへんのよ。マジで？うん。そっか。じゃあ、ここの辺に、燃費が。テロップ乗ってるんで、ターボも燃費いいんですよ。おお、違うでしょう。違いますね。やばい、これはちょっと走りそう。でもあんたの母ちゃん、ほら、踏んだ思考走らんと満足いかんって言ってるから、ターボでしょ。いや、でもね、今乗ってる車からしたら、さっきのノンターボでも全然、全然いい。全然いい。全然いい。あれなら絶対満足する。ああ。そうね。うん、坂道でもあれぐらいだったら、めっちゃ踏まなくてもね、登るからね。もう12月なんで、これ収録日が12月ですから、雪降ってますからね。うん、もう本当思うんですけどね、ホンダっていうメーカーはやっぱ軽自動車界のオートバックスっていうね。ちょっと待って、今気づいた。どうした？パドルシフトだったんだ。あ、それは私も知りませんでした。それは私も知りませんでしたね。パドルシフトだったんでね。このチャンネルですね、私、全然もう説明もなしに、はい、乗ってくださいっていう感じで乗ってますので、乗った感じが少しでも伝わればと思ってですね、お届けしております。シートヒーターあったけ。気持ちいいやろ。気持ちいい。このちょうどこのピンポイントのね、この地持ちにはいいわ。地の人にはいいらしい。まあ僕は地じゃないからね。新地傾斜地でした。小学校の時からね。小学校の時から地。地に点々って書くやつだね。そう。いや、ほんと気持ちいい。冬だから余計に。いやーね、うん、確かにちょっとこう助手席ちょっと冷たいな。そうだよね、うん。さっき当たってたところがあったかいくって、助手席今座ってるから、ちょうどその部分が冷たいんよ。ピンポイントやろ。ピンポイント。ね、この横すぐ冷たいもん。そう。ちょうどいいところで、ね、温めてくれるのね。それではですね、ちょっとこのベタ踏みといかずとも多分そこそこは上がるので、これ、今オンモード、E コンモード効いてる状態。さっきから E コンモードが効いております。それでは
イーコンモードを切った状態のターボで坂道登ってみましょう。今日晴れてればいいんですね。雪降ってるから曇ってる。さあ、坂道。あ、全然ちゃうやろ。ああ、全然違う。やべえ、ノンターボとアクセル踏みの方がかなり違う。全然違うよね。違う。違うよね。すごい。ああ。すごい、全然余裕が違う。いや、やばいよね。やばい、坂道で全然違う。うん。その、昔のさ、ムーブの、ドッカンターボとはまたちょっと違ってね。おうおうおう、うん。すごい、トルクフルな。トルクフルなね、ところでは。まあ、現代のターボのね。うん。使いやすさ重視のターボ。そうですね。ああ、これいいわ。あ、なんかすごい。すごい。軽なのにすごい余裕を感じる。すごいやろ。いや、わかる。さっきと全然違う、ほんとに。うん。坂道でわかるもんね。全然違う。確かに、これからノンターボ乗ったらだるいだろうな。そう。最初にノンターボ乗って、その次にターボに乗る。ターボか。いや、ターボだろ。ターボだ、やっぱターボだろ。ターボだね。いやー、ターボ乗らないならね、あれでもね、すごいいい感じだったんだけど。ふんどしこっていうあんたの母ちゃんはこれでしょ。おー、いや、でも危ないな。飛ばすから。すぐ飛ばすからね。そうか。そうか。それはそれは。今回はホンダカーズ長崎、笹生藤原店様には大変感謝いたします。ありがとうございました。